三島慎之介は日本の俳優。株式会社バリータ104。姉は三島ひかり。妹は三島みなみ。弟は三島幸太郎。幼少の頃は NHK の体操のお兄さんになりたかったと10回している。沖縄市立沖縄東中学校、沖縄県立小座高等学校卒業。 高校卒業後沖縄から上京をした当時についてインタビューで日本体育大学に入ろうとしたけどポロシャツの服装を笑われて大学行くのをやめたと衝撃告白。その後東京で学童保育の保育補助のアルバイトをしたり映画ちゃんと伝えるで演出助手を務めたりしていた。2年ほど東京で暮らした後1年発起して2009年の5月から11月までの 計7ヶ月間、自転車での日本一周に挑戦。北海道から鹿児島県まで全国各地を回った。その道中で、姉の出演する映画のポスターや看板、雑誌などを目にし、姉が多くの人を感動させていると実感した。自分も頑張らなくてはと思い、役者の道を志すようになった。同年12月、姉と同じユマにテに所属。2010年、 東京芸術劇場で上演された舞台、恐るべき親たちにて、中島智子の恋人役で俳優デビュー。2013年11月9日公開の、風俗行ったら人生変わった WWW で映画初主演。2014年末に、姉のマネージャーと結婚したが、2017年6月に、離婚した。2016年、アニメ。 僕だけがいない町の藤沼悟役で声優初挑戦。2019年6月デビュー以来所属してきた、ユマニテを退社し、株式会社バリータ104栄積。2020年10月スタートの、カレーの歌。で連続ドラマ初主演。ふとじは、主要登場人物映画アニメ。ありがとうございます。